はい皆さん、こちはさんと申します。本日は日本沈没第6話の解説考察をしていければと思っております。まあ、前回までですね、関東沈没の話が進みまして、今回から日本沈没の話ということで、実質的な第2章に入りました。なんですけれども、あそういう方向で話進むのねって形でですね、ちょっとあの予想外というか、個人的には歓迎なんですけれども、部分もありましたので、ひ、ま、も、あ、解いていければというふうに思っております。で、まあ、この日本沈没ですね、まあ、日曜劇場感というか、こう 完全凶悪感というか黒幕がいるみたいなそういった部分とかも面白いんですけれどもやはり未曾有のこの災害に直面するっていう部分では、まあ、今の日本人としてですね決してひと事ではない。 あの、物語だなというふうに思いますの、ね、でその辺もですね、私がどうこのドラマを鑑賞しているのかっていうことをもですね、お伝えしていければというふうに思っております。え、本日全部で6つお話しさせていただければと思うんですけれども、第2章は、実質的なまあ、日本沈没っていうものを描いていく物語ではありますし、まあ、相変わらず、良くも悪くも、政治、そして官僚たちの話っていうのが中心に描かれていきます。なんですけれども、今回の第6話を見た上で、まあ、 一番なんかマッチするこの第2章のタイトルというかテイストを表現するなら何かと思ったら現実 VS 虚構かなというふうに思いましたねこれなんかシン・ゴジラのタイトルにちょっと似た感じになっちゃうんですけれどもまあこれ虚構はちょっと言い過ぎなのかもしれないんですけれども結局今回はですねこの日本各地でまあスロースリップが観測され始めてこのままでは1年以内に日本沈没が徐々に徐々に始まって結果的には日本全体が沈没してしまうぞっていうような えー、予測がされました。 で、そういった予測がされた以上、しかも関東が1回沈没した以上ですね、当然政府としては、日本国民をまあ海外に避難させるという計画を立てなければいけません。なんですけれども、これは地震によって一時的に住めなくなって、その後復興するとか、そういったものではなく、日本という土地、領土そのものがなくなってしまうわけですよね。こんなんもうありえないわけですよ。ななののでそのありえない状況に対して 政治家そして官僚たちはどうやって向き合っていくのかそして 実質的な移民ですけれども1億2000万という人間の移民をどうやってさば、えー、いていくのかってところはですね今後の見ものになってくるかなというふうに思います、まあ、移民政策っていうのはですね今現在この我々が生きる、まあ、社会においてもですねいろんなご意見がありますよ、まあ、日本って移民すごいたくさん入れてる国ではないですけれども当然日本人の中には移民賛成派反対派の人もいますし移民に限らずですね日本に在住している、えー 外国人に対してですね参政権を付与した方がいいんじゃないかそいや、それはやめた方がいいんじゃないかとか、いろんなご意見がありますよ。まあ、あ,のあんまり、こう,あのなんうのお前はどっちつかずだと思われて、レッテル貼られてもよくないので、私、まあ、ちゃんと言っちゃいますと、私はですね外国人参政権は反対でございますし、移民の積極的な受け入れに関しても反対でございます。ですけれども、まあ、例えばアフガニスタンのねあのこののタリバンがまあ政権を取ってしまったあの件において、ですね一時的に日本大使館関係者というの ですねまあまあ、実質的な移民ですけれども、緊急的に受け入れるとか、そういった形ではあのいいのかなと思うんですけれども、移民がやはりたくさん入ってきている国っていうので、それによって、ですねやはり国内の均衡が崩れてしまったりであるとかっていうことも、ですね聞くっちゃ聞きますので、じゃあその上で対応、ちゃんとそこを対処して移民受け入れればいいじゃないかというご意見もあると思いますけれどし、別に私の意見なんて、所詮私の意見ですょ。私、政治家でございませんし、実現,実現可能なもの。 権限なんか持ってないからね。まあ、私は一応そういうふうに思っているわけでございますよ。ただとにかくそれだけやっぱり移民っていうのはいろんな意見があるし、今回のそのオーストラリアにちょっとこうジャブで当たってみた一件取ってみてもですね、結局オーストラリアはあまり親日国なのに移民の受け入れには全然積極的でないという話が出てきたわけなので、まあ難しいですね。実際1億2000万っていう人間が難民、しかも紛争ではなくて土地がなくなるので、あの、 まあまあ紛争地帯でもそこに住み続けたり地獄を味わうことにはなるけれども本当に死んじゃうからね日本が沈没するので1億2000万人がうどうすんのっていう形でもう,もうすごいだからもう想像でできないんですよだからこそその現実を見たくないっていうことでその楽観論としてまあ里城副総理なんかはですね起きるわけがないって形でですね突っぱねるって気持ちもわかる気持ちもわかるけれども 難しいですね、この辺っていうのは。だってほら、ね、近いうちに富士山は噴火するとも言われるし、南海トラフ、東海地震来るとも言われるし、いろいろな災害っていうのが日本で予測されてますけれども、じゃあその近辺から避難してますかって別にそ、それとこれと話が別じゃないですか。だから、何でもかんでも起こりうる災害を意識した上で、こう緊張感を持ったら生活もできないからね。だから、佐藤シェ副総理の考えも、数ミリはわかる。数ミリもわかるけど、 まあ政治家がそれ目を背けちゃいかんよなというふうにはなんかこう改めて個人的には思いましたの、ね、で一般人としては別に分からなくはないかなと正直思った部分っていうのはございました。はい。で、えっ、ー、と、そんなですね未曾有の災害予測を前にしてなんですけれども、まあ、政治家たちのいろいろなまあ利害関係、利害争いっていうのもこう進んでまいりました。まあ一応まずですね田所教授が その関東沈没説を唱えたとき、同様にですね早く国民に周知させた方がいいんじゃないかということを言いましたけれども、今回は日本のどっかに逃げればいいって話ではないので、まずはまあ政府の最高機密情報としてですね え扱うってことになりましたでその中でどう主導権を取っていくかってことなんですけれども、まあ、里の副総理は結構いろいろ悩んでると思うんですよ。当初、その、日本全体が沈没しない、第2波が来ないと言われていたからこそ、そこでですね、よく,まあ、よくも悪くもですけれども、復興計画で、まあ、自分の周りの関連企業、中の一業たちにですね、復興計画を担わせて、それによってですね、まあ、その会社をですね、まあ、利益をしっかりもう、たんまりとこう、貯めてもらってですね、で、自分への献金なり、それなんなりでですね、 自分も潤うっててこととを画策していたと思うんですよでもそれがまあできなくなったということで,です、ねまあ、あの政治家としてのプライドを1ミリも,失もない状況とは私思わないですけれども、まあ、ずる賢さ満点の里城副総理でございますのでさあこの状態でどうやって自分を甘え知恵にするのみたいなところでは相当悩んでいると思いますし。 まあイメージつかないですよね。日本がなくなる、そしていろんな国に日本人が移民するっていうふうになると、日本って国自体はそこからなくなりますからね。だからその辺ですごくこう、結構だから、奄美とか、その、トキワとか、 まあ、総理とか、あの日本未来推進会議の面々よりも、未曾有の災害危機を予測を前にした里城副総理見てると結構人間観察としては、私個人としては面白いなって今回なんか改めて思いましたよね。で、今回、えっ、ー、と、田所教授が逮捕されました。まあ実質逮捕ですね。来週はなんか、あの、天海と普通に警,警察署で対面みたいな感じになってて、一応、一応交流される形になると思うんですけれども、 まあやってないでしょであらすじ見ても、あのー、田所教授が本当にディープランズ社から賄賂みたいなものを受け取っていたっていうのはどうもなさそうです冤罪であるってことはほぼほぼ確ですあ,のあらすじ見てもほぼ確ですなのでじゃあ誰が裏で手綱を握ってんのっていう問題なんですけれども サトしろ副総理だったら別に意外でも何でもないよね。サトしろ副総理だったら意外でも何でもないし、その可能性っていうのは否定できないですけれども、私なんとなく個人的には怪しいなと思うのは官房長官ね。官房長官もしくは総理。この辺が怪しくなってくるとは思うんですけれども、ただ総理自ら汚いことに手を染めてしまっては、その田所教授を陥れるようなことをしては、 あんまりメリットないと思うんですよね。バレたら総理じゃいられなくなるし、実際、日本沈没した上で、支持率も上がっている状態で、そんな危ない橋を渡るとも思えないんですよね。ってことを考えると、あの公式ホームページご覧になっていただければ分かるんですけども、官房長官っていうのは、あのまあ、総理誕生のためにですね、里ル副総理らもです、ね、こう,う,うまくまあ丸め込んでというか、交渉した上でですね、 あの今の政権を陰で樹立した功労者のようなんですね。で総理からだけじゃなくて里の副総理も官房長官に関しては、まあ、結構あのその実力を買っているてところも、えー、あるようでございますので、まあ、その辺を考えてみると余計なんかだからバランスの取った立場なので総理のためにやることもあるけれども里の副総理のためにやることもあると思いますので。 の官房長官かなって個人的には思いますね。で、あとは、えっ、ー、と、基本的にはトップシークレットを知っている人間の中の誰かだと思うので、えっ、ー、と、ちょっと今、ド忘れしちゃって名前出てこなくなっちゃったんですけれども、あの、国村純さん演じる、あの、第1話第2話で出てきた教授説であるとか、でもそうじゃなかったら、あとは、時和ですよね。時和と、あとは、えっ、ー、と、日本未来推進会議の面々。まあ、この辺が、えっ、ー、と、結果的には、 えー、怪しいいいんじゃないかっていうところですよねでも、常盤がそこまでのことをするかね。てか、今回これバレたら、多分その人ほぼ、ほぼ退場じゃないですか。だから、それを考えると、常盤がそんな危ない橋渡るとも思えないですし、で、多分長年、その、要は、えっ、ー、と、田所教授に、今回メロンを送っていましたけれども、多分 数年にわたって田所教授を貶としめようと多分広告塔にしたのも多分事前にその辺を狙ってたと思うんですけれども長年にわたっての計画だと思うんですよねなのでそれを考えた時に誰ですかね気になりますよね官房,副官房長官だと思うけれども官房長官が、えー、と副総理を忖度してたと思うが他だったら他だったんで別に個人的には別に外れても面白いなというふうに思う次第でございますどの道ですね多分来週はそこ決着ついてで再来週になると あのー、もう多分、避難に実際、話が入ってくると思いますし、場合によっては、日本地元始まっちゃうと思いますので、まあ、その辺ちょっと、えー、え緊張感を持って引き続き見る形になるかなというふうには思っております。で、そんなディープランズ社の再整理なんですけれども、今、ちょこっと話はしちゃったんですが、まず、えー、田所教授に関しては、長年はめられていたっていうふうに考えて、多分差し支えはないんじゃないかなというふうに思います。実際来週のあらすじを見てみてみも その、まあ、え罪的な感じのことを匂わされ、匂わせております。とにかく裏で、 えー、手綱を握って人間がいるってことはもうあらすじから明らかにはなっておりますので、まあ、田所教授はもう白だから長年本当にはめられてきたという形かなというふうには思いますでそれがまあ分かるはずなんですけれども来週の見どころとしてはその黒幕が分かるのも確かに見どころなんですが D プランズ社がモンゴルとかインドかなとかに海外にも土地を買い漁っているっていう情報が今回まあ出てきましたよねっていうふうになった時に気になるのがまず D プランね私の動画では何度も言ってるんですけども D D プランズ社のこの D プランっていうのは、プランって日本語で言うと計画ですよね。D 計画なんですよ。D 計画って原作、そしていくつかの映画の中でも出てきた、その日本が沈没する際の海外に移住する、避難する計画のことを D 計画っていうんですよ。なので、わざわざ D プランズ社って名前を出してる以上、これは王を引くぞって私、動画の中で何度も言っていたので、いいぞ、いいぞって、個人的にはしめしめと思っている部分はあるんですけれども、ま、だですよそういう感じでございますので、 た多分海外に土地を買い漁っている。で、来週どうやら国がその土地を買うっていう話に、えー、次元が変わってくるようでございますので、それが結果的にはその場所にコロニーじゃないですけれども、まあ、日本人が多く移民して生活できる新たな都市が建設されるってところはなんとなく目に見えてきたかなっていうところですよね。誰でですかねでもまあ D プランズ社 が、まあ、海外の、まあ、結果的に、だから、それが、移民を助けることになると思います。だから、ディープランドシャーこれ、悪だじゃなくて、なんか、意外と物語の中で役立つところには、落としどころとしてなってきそうですけれども、とにかく一応、田所教授は完全にはめられておりますので、かわいそうですので、一旦決着はちゃんとね、誰が悪いのっていうのは、えー、つけてもらった方が、すっきりしますよね。すっきりするなというふうに思います。はい。で、 えっとアマミと椎名なんですけれども、まあ天海はもう、まあ、離婚したという前提のもとに、えっと、お互いシングルと考えてよろしいかと思うんですけれども、今の関係悪くないと思いますね。あんまりね、これ個人の好みの話なので、皆さんで、ね、ご意見違ってもいいんですけれども、いや、こっから結ばれるまで描かなくていいかなと思いますね。だかからなんか お互い仕事が違うし、奄美の方が日本の中心部で働いているわけなので、実際今後、日本が沈没するってなって、海外避難をするときに同じ場所に避難できる、えー、確約もないと思うんですよね。だから、同じ場所に避難するかもしれないけれども、私個人の考えとしては、別々のところに避難をして、数年後に再開をして、この後、どうなんのぐらいで終わらせてくれた方がなんかいいかなと思います。だから再婚 再婚とか、その後子供が生まれるとか、そこの描写までは個人的にはなんかいらないなぁと。なんか恋愛要素はそこまでいらないかなというふうに思っております。はい。で、来週の物語は、まあ、あらすじ見ていただければわかるんですけど、あらすじも結構複雑なんですよね、まあ。ぜひご覧になっていただければと思うんですけれども、一応来週の話とした二軸ですね。で、一つは、 まあ結局この今、田所教授がまさにこの通りなんですけれども、刑務所に今、交留されている状況でございますので、さあ、ここからどうなんのって話が一つでございます。つまるところ、誰がはめたのかは来週明らかになりそうです。あらすじを見る形だと。官房長官だったら当たるけれども、他かなどうでしょうかね気になりますけれども、それが一つ。でもう一つは、それが明らかになった上で、さあ、海外への移住、移民の話が進むぞみたいなこともあらすじに書いてあるわけでございますよ。で来週の面 とか映像を見ると。 あの各企業ね、生島自動車とか、生島,島グループとか、時は時はグループとかね、そういったところの、えー、大手の、まあ、企業の面々をですね前にして、まあ、その企業ごと移転するっていうことで、なんとか移民に関してもスムーズな交渉材料にしたいってことの話に入っていくようでございます。でももちろん各企業は難色ですし、里城副総理ではないですけれども、未曾有の災害を前に、それを現実として直視できないっていうのも、まあ分からなくはないので、まあ、なかなか難航するという話になりそうでございます。 奄美の,のピンチは一通り終わりましたけれども、果たしてこの日本沈没、全体が沈没するぞっていう今危険信号が出ている中で、どれだけの、まあ、政府中枢、えー、官僚中枢の人間たちが、それを本当のことだと,直面あの、えー、と覚悟をした上でえで、ー、D 計画、避難計画に移っていくのか、もしくはそれをこう。 防ごうと,するというか邪魔をしようとする、えー、抵抗勢力っていうのがどう足を引っ張りでも足を引っ張っても日本沈没始まったら当然避難しなきゃいけないわけでございますのでその暁にどういう物語が展開されるのかってところでですね非常にまだまだ緊張感、えー、高くですねドラマを楽しめそうでございますであのー、まあ 結構ドラマとかをですデ、ね、ィスったりするのが好きなメディアさんとかだとこの日本沈没というドラマに関してはまあまあ,あのいじられてはいますね脚本がツッコミどころが満載だとかいろいろと記事出ているんですけれども視聴率は相変わらず15%切っておらず前回16%今回15%という形で1 5 1回も切っておりませんので非常にやはり固定の視聴者を獲得しているドラマだと思いますしあのネットの評判というのも参考になりますけれども私の動画もそうですけれども コメントをしていないマジョリティっていうのがどこの界隈にもいるわけでございますのでコメントせずにドラマを堪能している方コメントせずに私の動画をあのいいねも押さないで、えー、と堪能している方そういう方が多,分多数だと思いますのでそういったサイレントマジョリティっていうところもですね踏まえつつ私としては日本沈没最後まで、えー、リスペクトを持ってですね解説考察していければと思っておりますので引き続きよろしくお願いいたしますはい本日は以上になりますご視聴いただきましたありがとうございましたそれでは